とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーやっていきたいと思います。あと数日で終わりですね。おそらくこの動画を投稿するときには、あと1日とかそういう感じになってるかな。はい。まあ、とりあえず、今日は気合を入れて、20周行きたいと思います。3時間半ぐらいだね。行きまーす。一発目、おっと、豪華が出ましたね。でね、今回のタワーは武器が結構出る。武器。あの、撮影以外でも2つ、いいやつがね、出たんだよね、この前。なので武器がね、多めなんだ。黄金2か。悪くはないな。でも3が欲しいんだ。2か。豪華は？まあ、クールダウンはないね。最初はまあ、こんな感じか。よし。行きましょう。2周目。これはバーストゲイルだけかな、ワンチャンあるのは。バーストゲイル。クールダウンショットがついておりません。だけども、黄金が3。いい流れではあるよ。どうでしょうか。心奪うものが、撮影以外で出たんだよね。めちゃくちゃいいね、やつ。今回も惜しかったね。いや、惜しくもないか。リフレッシュは3だったらね、まだ全然使えるんだけども、2と3じゃ結構ね、差があるんだ。はい。まあまあ、一発目で見えてるね。アーティファクトチャージはあった。けども、クールダウンショットがない。この、防眼系はちょっとね、使ってみたいけども、この前使ったら弱かった。何が足りないんだろう、わからない。お願いします。なんかさっきも同じような感じだけど、さっきは違ったね。なんか星なき夜じゃなかった。心奪うものが、なんか目に留まってただけで違いました。申し訳ない。どう？重力3。いやそこまで強くないかな。重力3の、リフレッシュ、エーリー、で、痛みか。ちょっと、使いにくい気がするんだよね。でも痛みと吸血は意外と相性いいからね、悪くはなさそうだけども、今持ってるやつの方が良さそうだ。お、トルバ。トルバも意外と、欲しい。ついてない。もう防具はもう確実にね、クールダウンとポーションバリア、この2つセットがないと厳しいんだよね。まあ弓でいうクールダウン編成みたいな。ポーションバリア編成だよね。それは絶対欲しいんだ。そろそろお願いだ。ポーションバリアはついてる。ポーションバリア。で、タンブルビーもいいね。棒もいいよ。でも、クールダウンだ。クールダウン。で、しかもソウルダンサーにはつかなくていい。勇者か英雄。その2つが欲しいんですよね。しだれは何もついてないし、使わないでしょう。弾数が少ない。ダイヤ。でも衝撃波か。惜しいな。黄金にもう1でいいから重力がついててくれれば、ダイナモクリティカルリフレッシュでよかったんだけど、衝撃波はちょっとリフレッシュのね、障害になるから、あんまり使いたくないんだよね。惜しい！惜しい！お、怒り！怒りが来た。アーティファクトチャージ、ロールチャージ、両方ついてるね。黄金は2、2。微妙かもしんない。3出てくれ！どう？まあ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 。いまいちかもしんないけども、まあ、虚無追い打ち。クリティカル、超攻撃的だね。リフレッシュついてくれれば嬉しい。ダメだ。次は、おっしゃ！おし！いい流れだよ。
また来てくれた。まあこのクロスボウはいりません。どうだ、うわー、ひどいひどい。ここでまさかの255、ひどいなー。これも惜しい惜しい、いや惜しくはないわ。リフレッシュついてないし、重力とダイナモが同じとこついてるんで微妙です。うわお、なんだ、半分、10回目、10回目がちょっとしょぼいかもしれない。破滅、いや破滅よりもベノムだな。破滅よりベノムなんだ。あー、でもほらほら、黄金は3が出だしたよ。後半戦いきましょう。なぜチェーンが2つあるダブルチェーンだ、よくないよ。防具にさ、クールダウンついてくれないかな。金メッキはいりません。どうだ、もう今日さ今日心奪うものが出るデーだな、本当に。魂フィスト、一番右がちょっと惜しいかな、追い打ち欲しかった。プレートアーマー、フルメタル欲しいね。いや、右と真ん中のエンチャが微妙すぎる。そろそろお願い。ダメだ。どうでしょうか。お、惜しい。輝き2はいらなかったな。輝き2じゃないんだよ、そこは。ダイナモがついてたらよかった。やっぱクールダウンがね、今日つかないんだよな。今回のシーズン10は本当に防具に恵まれない。これが15回目ですかね。豪華きた。おい、クールダウンがない。クールダウンなしか。闇の刀よりも達人の方が欲しいかな。重力ね。厳しい。あ、いやダメだ、リフレッシュついてない。普通に使うにはね、なんか良さそうな気はするけど、いや良くないわ、良くないわ。良くなかった、ごめんなさい。ラスト3回、また出た今日本当に出るね、心を奪うもの本当出るね。いいやつ来て、アンチャンティング1、ダイナモリフレッシュ、悪くない、悪くないけどね。いやー惜しい。ドラ、取る場合いいかもしんないけども、こっちは違ったね。どう、やっぱりつかないな。今日クールダウンの防具1個も出てなくない？ 1 個もないよ、厳しいな。次がラストか、ラストいきましょう。ラスト、月田がいまいち。テンペスト、どう、なんでリフレッシュがそこについたかな。リフレッシュが一番右か、黄金についててくれればよかったけどね。いやいやいや、これ左のところに固まりすぎよ、主要演者が。うわー、でまたクールダウンついてない、ダメだね。今回武器は結構ね出ると思うのよ。でも防具が俺は出ない気がするんだよね。まあ、とりあえず、あと数日あるかな、3日ぐらいあるかな、2日3日ありますので、そこでもうちょっと頑張ってみようと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。